セラピスト歴は関係ない。セラピスト歴は関係ない。はい、関係ないですね。はい、下川太志です。よろしくお願いいたします。今日の動画は、お客様にもっと強くって言われた時にどうしてますか、考え方を話していきたいと思いますね。実際に言われたことあるでしょ、はい、言われたことあるよね。もっと強く押してって言われてぐーって強く押してるだけですか？違うよね。それだと効かないよね。それなんでダメかっていうと、そもそも何かが間違ってるかもしれない。言われたままにぐーっと押したらただただ疲弊する。セラピストがね、お客様もしんどい思いするかもしれないので、そこで考えなければいけないことが4点あるんですね。さあ、1点目から答えてみましょう。どうぞ。当たりを狭くする。そう、当たりですよ。当たり、うん、当たり、正解ですよ。当たりを狭くする、ね、そもそも面が広すぎて、当たりがマイルドすぎたらね、聞けへんかもしれないよね。はい、2つ目。ポイントを変える。ポイントを変える、うんうん、その当たりです、正解です。そもそもポイントが外れてるかもしれないもんね。外れてるのにもっと強くって言われて、そのままグイ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 押したとて、そんな効かないんじゃないですか。セラピストが疲れるだけなんじゃないですかっていうことですよね。そのポイントっていうのはお客様のコリですよね、はい、これをしっかり捕まえる。はい、3つ目。あら、かわいい。え、マジで？ポイント取りました。じゃあ次はどうすんの？先着圧。そうだね、ポイント取ったら圧方向やね。押し込む方向も間違ってないですかということ。ポイントしっかり取ったら筋肉に向かって垂直にクンと押しに行く、だから効くんですよね。4つ目、どうぞ。そもそも、そもそも、うん、お客さんが凝りすぎて、うん、体が鈍くなっている。おうおう、何が言いたいんですか？何が言いたいんですか？山さん言えますか？硬すぎるから、うん、効かなくなってる。おうおう、まあまあ正解なんだけども、はい、凝りすぎてる人ってさ、最初無感覚になっちゃってるんだよね。だからポイント取って垂直圧ゴーンって入れたとしても、最初なかなか感じづらい人って結構いるんですよ。だからその時にもっと強く押してって言われたら何回か繰り返さなあかんよね。でその時に親指でしっかり効かせれてるよねっていう確かな手応えがあれば、あ、お客様が無感覚な状態なんやなっていうふうに判断ができるんですよ。だからお客様に分かりました、頑張って押しますねって言いながら手際よく2往復3往復していくと、少しずつほぐれていくと効くようになってくるんですよ。感じるようになってくるんで、そこ慌てずにね、落ち着いてやればいいんですよっていう4つ目の話でしたね。そういう経験ないですか？あります。あるよね。あのご自身もそうなんじゃないですか。ほんまに凝ってる時って最初よりも2手目、3手目、4手目の方がすごく効いてきません？うわーって、ね、こっちは同じ圧で押してるのにだんだん効いてくる、ビレーってね。そういうことなんですよ。お客様に強く押してって言われたら、ただただ強く押すじゃなくて、その4つのことを考えて施術を見直す、工夫するっていうことが大切ですよ。ただただ力押ししたらダメですよっていうお話でした。はい、今日は以上です。じゃあ締めたいと思います。いきますよ、せーの、ガチガチ。